アラスカ州の地図アメリカ合衆国の一部としてのアラスカの歴史は1867年に始まるが、この地域の歴史は旧石器時代にまで遡ることができるとされている。一番早く住み着いたのはベーリング地境を渡りアラスカ西部にたどり着いたアジア人のグループである。コロンブスの新大陸発見以前にアメリカにいた先住民のうち、 ほとんどではないにしても多くがこの地境を渡ってアメリカにやってきた。ロシアの探検家を通じてヨーロッパとの接触が始まる頃にはこの地域にはイヌイット等の様々な先住民が住んでいた。アラスカについての文章に残る歴史のほとんどはヨーロッパによる植民にまで遡る。ロシア海軍の聖ピョートル号に乗ったデンマークの探検家ビットスベーリングがアラスカを 発見したと記録されているが、先に発見したのは、セイパーベル号に乗ったアレクセイ・チリコフであった。彼は1741年7月15日、現在の首都カ市で陸地を発見した。ロシアアメリカ会社はすぐに、カワウソの狩りを開始し、アラスカ沿岸の植民の支援を始めたが、高い船賃がネックになって、経営はうまくいかなかった。 1867年4月9日、アメリカ国務長官のウィリアム・スワードが720万ドルでアラスカを購入した。1958年7月7日、大統領ドワイト・ディ・アイゼンハワーはアラスカを連邦に加えることを認めるアラスカ州法にサインし、1959年1月3日、アラスカは連邦の49番目の州となった。 1964年3月27日、マグニチュード9.2を記録するアラスカ地震が発生し、131人が犠牲になり多くの村々が壊滅した。1968年に油田が発見され、1977年、トランスアラスカパイプラインが完成すると、原油生産による収入で人口が増加に転じ、インフラ整備が進んだ。1989年、 エクソン・バルディーズ号がプリンス・ウィリアム・湾で流出量1100万ガロンから3500万ガロンに及ぶ原油漏れ事故を起こし、沿岸は1600キロにわたって汚染された。現在州の半分以上は連邦政府によって所有されている。豊富な資源をめぐって連邦と州との間で議論が続いているが、北極野生生物国家保護区にまつわる政治的な争いもある。 イヌイットの女性1907年頃の写真期限全1万6000年から1万年の間、旧石器時代の人々は、ベイリング地境を渡って時折、アラスカ西部に移り住んでいた。彼らの行く手を阻んでいた分厚い氷は、最終表記が終わると消え、カナダ西部に至る回廊が現れた。やがて、アラスカは、イヌイットや、その他先住民が住む地域となった。今日、こうした、 アラスカの先住民たちはいくつかのグループに分類されている。南西部沿岸に住む部族やランゲル島ほか多数の場所に残っている。1823年からアリューシャン列島のウナラスカで聖教伝道を始めたアラスカのインノケンティはアレウト語の表記法を考案し、アレウト語で聖書の一部と聖教用理を翻訳。アレウト人に対する伝道を行い、さらに知し、 アレウト人の民族の研究を行った。これらの研究成果は関連する現代の研究者に、とり貴重な資料となっている。ロシアの領土的拡大を恐れた、スペインのカルロス3世は1774年から1791年にかけて繰り返し、メキシコから探検隊を送った。サンティアゴ号に乗ったタイブルーノでヘゼタ率いる、第二次探検隊90人は、 北西太平洋をスペインのものにするべく1775年3月16日、サンブラスを出港した。当初ユアンマヌエルでアヤラの指揮下に入っていた付き添いのヘゼタは、両船セニオーラ号を提供した。全長11メートル、乗組員16人の、このスクーナー船は海岸船の予備調査と地図作成、それに前回の航海で船体の大きなサンディア5号が、 近づけなかった場所で陸地発見する任務を帯びていた。こうして準備が整い、この体験隊が訪れたメキシコ以北の陸地は、スペインがその領有権を正式に主張できるようになったのである。2隻の船はワシントン州のポイントグレンビルまで共に北上した。この地の名はヘゼタが昨日都族からの襲撃を受けて名付けたものである。 1775年7月29日の夕方、2隻は別々に分かれて進むことにした。サンティアゴ号は現在のワシントン州とカナダの境界を目指して進んだ。一方、副官ファンデーカが舵を取っていたセニョーラ号は、司令通り海岸線に近づき、ついに8月15日、北緯59度の首都川に入った。スペインはそこで、自らの主権を示すために、 多くの山や入り江に名前を付けたが、サンジャシントと名付けた山は3年後に、イギリスの探検家、ジェームス・クックによって、エッジ幹部と改名されてしまった。航海の真中、二隻の乗組員たちは、食料不足や、解決病などの困難に苦しんだ。9月8日、二隻は再び行動を共にし、サンブラスへの帰路に就いた。1791年、スペイン国王は、 アレサンドロ・マラスピナに北米の北海岸にあるとされる北西航路を調査するよう命じた。彼はアラスカ沿岸をプリンス・ウィリアム湾まで調査した。ヤクタット湾では探検隊はトリンギット族に接触した。スペインの学者はトリンギット族についての社会、言語、経済、標法、埋葬法についての研究を残している。同行した。 芸術家のトマス・ド・スリアとジョーゼ・カルデロは、部族の肖像画と日常生活を描いた作品を残している。ヤクタとワンと IC1 の間にある氷河は後に、マラスピナ氷河と名付けられた。やがて北太平洋における競争が彼らにとって重い負担を強いることを知ったスペインは、1819年にすべてを引き上げて領有権を放棄した。今日では、 マラスピナ氷河とバルディーズという地名にスペインの面影が残るのみである。イギリス人移住者の多くはカイロでこの地にやってきて交易のための居留地を点々と作っていた。1778年北西航路を捜索する最後の冒険航海の途上にあったジェームス・クックは HMS レゾリューション号に乗りカリフォルニア州からベーリング海峡までの地図を作りながら 北アメリカの西海岸沿いを北上した。旅の途中で、彼は現在クック湾として知られる巨大な入り江を発見したが、これは入り江であり、北西航路の入り口ではなかった。ちなみに、クック湾の名は1794年、クックの名誉を称えるために、彼の部下ジョージ・バンクーバーによって名付けられたものである。ベイリング海峡は越えるのが難しいと分かっていたが、リゾリューション号と、 両船ディスカバリー号は何度も船で通り抜けようと挑戦した。結局彼らは北西航路通過を諦め1779年ハワイに寄港するためベーリング海峡を去った。北西航路調査のためにアラスカを訪れているクックに対してロシア側は自分たちのアラスカにおける支配力を印象付けようとした。しかしクックはロシア側は 単なるハンターと交易商人の寄せ集めに過ぎないと考えていた。アラスカを去ったクックはハワイで死去するが、彼の部下たちは中国、甲州へ向かい、そこでアラスカで買ったラッコの毛皮を高値で売りさばいた。クックの冒険によってスペインの功績をなぞるかのようにイギリスの航海に拍車がかかった。19世紀前半。 ハドソン湾会社によって設立された三つの中東地は、有根要塞、スティッキン川、そしてアラスカで唯一ウェーベーロの三国に支配されていたマチランゲルに置かれていた、クロンダイクゴールドラッシュ。チルクート峠を登る甲府と山下地ロシア国内の財政事情の悪化、アラスカがクリミア戦争を戦ったイギリスの手に落ちることへの恐れ、居留地が大して利益を上げないこと。 これらすべての要因がロシアをアラスカ売却へと借り立てた。1867年4月9日、アメリカ国務長官のウィリアム・エイチ・スワードが720万ドルでアラスカを購入した。720万ドルは2005年現在の価値に換算するとおよそ9075万ドルである。首都化に正常期が掲げられた10月18日は現在アラスカの日となっている。 領有国の変更に伴い、当時の日付変更線は西にずらされ、アラスカはユリウス歴からグレゴリオ歴に改められた。そのため、1867年10月6日、金曜日の次の日は1867年10月18日、金曜日となった。日付変更線の移動によって2日続けて、金曜日が来たのである。この買収は、スワードノグコ スワードの冷蔵庫と言われ、当時は評判が良くなかった。しかし後に金が発見されたことでこの買収が無駄ではないことが分かった。1867年から1877年までは陸軍省の管轄に置かれ、1879年までは財務省、1884年までは海軍省が管轄した。百八十四年アラスカは司法権を持つ。 続領地となり、学校、連邦地方裁判所が設置された。アラスカが買収された時、広大な地域はまだ探検隊が入ったことのない土地だった。1865年、ウエスタンユニオンがアラスカからベーリング海峡を抜けて、アジアを結ぶ電話線を敷設した。この地域の最初の科学的な調査が行われ、ユーコン川の全域の地図が作られた。 アラスカ商業会社と軍は1890年代のアラスカ探検に寄与し、川沿いに多くの公益所を設けた。金を洗い出すアラスカの山市1916-1884年、この地域は俗領地アラスカとなった。この頃はシントン DC の議員たちは南北戦争後の国内再建問題に取り組んでいたので、アラスカに構っている暇はなかった。 1896年、隣接するカナダ有ン巡州での金の発見と、ゴールドラッシュは大勢の交付をアラスカへも引き付けた。当時はまだアラスカに金があるかどうかは定かではなかったが、内陸の有ンとの中継で、アラスカの港は大きく儲かった。1899年、アラスカでもノームで金が発見されゴールドラッシュが起こり、 フェアバンクスやルビー等の街が作られるようになった。1902年、アラスカ鉄道の建設が始まり、1914年にはスワードとフェアバンクスを結んだが、現在に至るまでアラスカとアメリカ合衆国本土48州を結ぶ鉄道は建設されていない。しかし、道路の建設により、ワシントン州への移動が数日短縮された。1900年代前半には、同行。 漁業、缶詰製造業が盛んになり、大きな町々で合わせて10の缶詰工場が作られた。20世紀初頭のアラスカの漁船。タラとカレーの漁をしている。20世紀を迎える頃、漁業はアリューシャン列島に足がかりを得た。タラとニシンの塩漬け加工が行われ、鮭の生缶工場もできた。もう一つの伝統的な職業、捕鯨は乱獲なことが全く考えられないまま。 続けられた。そのため、原因を狙われた、北極クジラは一時絶滅の危機に瀕したが、現在では、商業捕鯨が下火になったために、個体数に影響を与えない程度なら先住民が捕獲できるほどまでに回復した。アリューシャン開発から間もなく、アレウト族は、生活必需品であるアザラシとラッコの毛皮の枯渇のために、深刻な問題に直面するようになった。彼らは、 食料としての目的以外にも、毛皮をボートの船底として使っていたので漁ができなくなってしまったのである。アメリカ人はアラスカの奥地や北極圏にまで立ち入り、クマの毛皮や魚、その他先住民が必要な獲物を持ち去っていった。アラスカ購入以来、カナダさらにはイギリスとの間で論争が続いてきたアラスカ国境問題について年に、 朝廷が成立し、互いの求めていた国境の中間的な線が引かれて、決着した。1912年、連邦議会がセカンドオーガニックアクトを通過させたことで、アラスカはアラスカ巡州となった。1916年には人口が5万8000人になっていた。連邦議員、ジェームズ・ウィカーシュムは、アラスカの州への格上げに関する最初の案を提出したが、 当のアラスカの住民の関心を引かなかったために失敗した。1923年のハーディング大統領のアラスカ訪問の時でさえ州への格上げが関心を呼ぶことはなかった。アラスカはセカンドオーガニックアクトによって4つの地域に分割されていた。州とジュノーを抱え、最も人口が多い地域は他の3つの地域から分離して州になれないかと考えていた。 52もの連邦機関がある。この地域にとって、統治運営の方法は大問題だった。1920年、ジョーンズ法により、正常期を掲げる船舶は合衆国で建造し、合衆国民が所有し、合衆国の法律の下で文書を作成することが義務付けられた。そのため、アラスカと外部とを結ぶ物流は、アメリカの運送会社がシアトルで一手に引き受けることとなり、 アラスカは、シアトルのある、ワシントン州への依存を強いられた。しかし、連邦最高裁の下した判断は、アラスカは準州に過ぎないから憲法に定めるところの、州は他の州の小行為を支配すべきではないとの条項は、適用されないというものだった。この状況を利用して、シアトルの海運会社は船賃を釣り上げた。大恐慌によって、アラスカ経済の生命線である、 水産物と銅の価格は下落した。賃金は下がり就労者の数は半数以下になった。1935年、大統領フランクリン・ルーズベルトは、農業地域に住む国民のための出直し案として、アラスカのマタヌスカスシトナダニに移住して、農業で自給自足させればいいと考えた。アラスカが自分たちの州と気候が似ていて住みやすいと考えた、ミシガン州、ウィスコンシン州、 ミネソタ州といった北部の州からの移住者が多くやってきた。今後工場協会連合は大統領にアフリカ系アメリカ人に400人をアラスカに移住させて欲しいと頼んだが北部の州からの移住者のみが開拓者にふさわしいという偏見によって訴えは拒絶された。アラスカの探検と移民は飛行機の発明なしにはありえなかっただろう。 飛行機によって膨大な数の移住者が州の中央部に住めるようになり、人と物の,の迅速な移動を可能にした。しかし、アラスカ特有の悪天候のためと、人口あたりのパイロットの数が多いことから、州全域に1700以上もの航空機事故発生地が散在している。また、第二次世界大戦と冷戦中の軍の航空訓練生の事故も数多く記録されている。 1942年6月3日、ダッチハーバーにおける日本軍の最初の爆撃アリューシャン列島の3つの島、アッツ島、アガッツ島、キスカ島は、グアム島やウェイク島などとともに、第二次世界大戦中アメリカ合衆国が日本軍に占領を許した数少ない、そしてその後に州の領域としてアメリカの主権が完全に行使されるようになった領土では唯一の地域である。 日本は世界の他の地域で行われている戦闘から敵の注意を逸らさせるために進行したが、隣接する合衆国に対して作戦を展開するための基地として使う意図もあった。1812年の米英戦争以来、合衆国の土を踏んだ外国の軍隊はいなかった。その敵から国を守る戦いとして、この地での戦闘はアメリカのプライドをかけた戦いになった。 日本にとっては、アリューシャンからアラスカ、そしてアメリカ本土へ前進する攻撃拠点を確保する、実利的な意味があった。1942年6月3日、日本軍は、ウナラスカ島にある米海軍基地、ダッチハーバーを空襲した。米軍はかろうじて空からの攻撃を持ちこたえ、基地は耐え残った。続く2度目の攻撃による被害は、軽微なものだった。6月7日、日本軍は、 キスカ島とアッツ島に上陸し、村々を制圧した。村人たちは日本に連れて行かれ抑留された。プリビロフとアリューシャンの村人たちは合衆国がアラスカ島南部に避難させた。1942年秋、米海軍はアダック島に基地を築き始め、1943年5月11日、米軍は湿地回復すべくアッツ島に上陸した。 アリューシャン方面の戦いは2週間以上もかかった。輸送潜水艦隊が米軍の駆逐艦に阻まれ引き返してしまい、救助の望みがなくなった日本軍は最後の一兵まで戦った。5月29日、日本軍守備隊の山崎康義霊艦以下の玉砕攻撃を米軍が撃退し、ついにアッツ島の戦いは終わりを迎えた。 敗北後も少数の日本兵はこの小さな島に3ヶ月ほど隠れていた。敵に発見されると彼らは降伏せずに実決した。アメリカ側の死傷者3929人の内訳は、戦死者549人、負傷者1148人、1200人が重度の当傷にかかり、614人が病気で死亡。 日本軍のブービートラップや味方の誤射により318人が死亡した。一方、日本軍守備隊2650人は捕虜となった28人を除く約99%が戦死、戦病死した。アメリカは今度はもう一つの占領された島、キスカに狙いを定めた。6月から8月までこの小さな島に大量の爆弾が落とされた。 約6000人の日本兵がアリューシャンの濃い霧に紛れて7月29日に輸送船で脱出した後、米軍は8月15日に無人のキスカ島へ上陸作戦を実施し、同州地で約100人の戦死者を出した。戦後、日本での抑留を生き延びたアリューシャンの先住民は占領された3島が防衛するには遠すぎると考えた。 連邦政府によって後始島に移住させられた。第二次世界大戦勃発を受けて1942年に完成したアラスカハイウェイはベイリング海峡の対岸にある同盟国ソビエト連邦への物資の陸路輸送ルートとなった。モンタナ州グレートフォールからカナダ領内を経由してフェアバンクスまで続くこの道はアラスカとアメリカの他の地域を結ぶ最初の強固な絆となった。 軍事基地の建設もアラスカ各都市の人口増加に寄与した。アンカレッジでは1940年に4200人だった人口が戦争終結の1945年には8000人に増えていた。20世紀になる前からアラスカを州に格上げしようとする動きはあったが48州の連邦の議員たちが心配していたのはアラスカの人口が少なすぎること。 遠く離れていて孤立していること、合衆国に加える価値があるほどには、経済が安定していないことだった。第二次大戦と日本軍の侵略はアラスカの戦略的な重要性を浮き彫りにしたので、格上げ問題はより真剣に語られるようになった。しかし、下内半島のスワンソン川での石油の発見がアラスカのイメージを変えた。1958年7月7日、 大統領ドワイト・ディ・アイゼンハワーはアラスカ州法に調印してこれを合衆国法に加え1959年1月3日の連邦加入への道筋をつけた。準州都だったジュノーはそのまま州都になりウィリアム・ A、エイ・ガンが最初の州知事になった。アラスカは他の州と同じような軍がない。代わりにアラスカはアラスカ独自の軍と国勢調査地域からなる27の地域に 分けられている。軍と国勢調査地域の違いは、前者がそれぞれに独自の成長を持つのに対して後者がアメリカ合衆国統計局が統計調査のためだけに人工的に区切った地域であるという点である。軍に組み込まれていない地域はアラスカ州政府が言うところの未組織の軍を成していて、軍地域で行われている行政サービスを州政府自らが受け負っている。 地震の後上昇した海面1964年3月27日、アラスカ地震がアラスカ南部の中央部を襲った。大地を4分間にわたって拡張した地震はマグニチュード9.2を記録した。この地震は記録に残っているうち最も大きな地震の一つで死者は131人に上った。死者のほとんどは津波に飲み込まれた人たちである。津波は バルディーズとチェネガの町を分断した。揚げオは、鮭の素状を寸断し、川のあちこちにできた新たな障壁のせいで、魚は上流の産卵場所に帰ることができなくなった。バルディーズとコレドバの港は修理した後だったが、土石流に遭い、被害を免れた場所も火災で壊滅した。バルディーズではドックに入っていたアラスカ蒸気船車の船が波に持ち上げられて、 海に出てしまったが、ほとんどの行員は生き残った。クックワン沖のターンアゲインアームでは、木々がなぎ倒され、バンガローが泥に埋まった。コデヤックでは、大波がアホグナック村、オールドハーバー、カグヤックを舐め尽くし、他の村々にも被害が出た。またスワードでも港が壊滅した。アラスカ先住民権益措置法により、地域の協力組織が作られた。大災害により、 被害を受けたアラスカの村々の多くは立ち直った。60年代、アラスカ先住民は国政や州の政治に参加するようになった。ヨーロッパ人が来てから200年以上経ったこの時、様々な来歴を持つ部族は一つになって自分たちの土地が奪われてきたことに抗議の声を上げた。政府は重い腰を上げようとしなかったが、1968年、 アメリカの石油会社 ARCO が北極海沿岸のプルドウェで石油を発見したことから風向きが変わり土地所有の問題が議論に上るようになった。平基地での石油掘削と遠く離れた南部48州への輸送という困難を解決するためには震災から復興したバルディーズまでパイプラインで石油を運ぶのが一番だと考えられた。バルディーズで石油を船積みし、 カイロで南に運ぼうというのである。この計画は承認されたが、パイプライン建設に関しては、先住民たちの訴えが解決するまでは認められなかった。オイルマネーが絡んでくるに及んで、先住民との和解が喫緊の課題となった。1971年、アラスカ先住民権益措置法が成立し、先住民は祖先の土地についての権利を主張するのをやめた。 見返りとして、4400万エーカーに上る土地への立ち入りが認められ、9億6300万ドルが支払われた。土地と金は地域や村の組織に分配された。あるものは賢く、基金を作ったが、そうしなかった者たちは土地があるばかりで金がない状態になった。この和解によって、先住民たちは侵略の賠償を終え、 アメリカ随一の資源埋蔵量を誇るアラスカに住む人々は石油で生計を立てることができるようになったのである。アラスカ北極圏とバルディーズの間には3つの山脈、活断層、不安定な沼地と凍土、カリブーとヘラジカが移動に使う小道がある。不安定な地盤の悪影響を和らげ動物の移動を阻害しないために全長 1300km のトランス。 アラスカパイプラインシステムの半分は高架状になっている。こうすることで永久凍土が溶けるのを防ぎ地形を自然のままに残すことができるのである。また地震による破断が起こらないようにパイプラインはジグザグに配置してゆとりを持たせている。初生産の原油は1977年7月28日バルディーズに到着した。 パイプライン付設とバルディーズ港のタンカー不当建設12このポンプ基地、有ンリバーブリッジなどすべての付帯事業にかかった総額は80億ドルに達した。ブルックスレンジの北、パイプラインの横を通るカリブを思いがけない石油の発見があってから州の一人当たりの収入は上昇し、名目上はすべての地域が恩恵を受けた。 アラスカの指導者の間にはかつて毛皮や金が枯渇した時にアラスカが陥った経済的苦境の二の前に陥ってはならないという思いが強くあった。1976年、アラスカの人々は州憲法を改正してアラスカ永久基金を設立した。これは州の鉱物資源の関連事業とトランスアラスカパイプラインから得られる税収の一部を すべてのアラスカ人の利益のために投資するものである。ミネラルリースの収益の25%は基金に入れられ、基金が生んだ利益は3つの方法で分配される。資格のあるすべての住民に分配金を渡す、インフラ整備に使う、衆議会の基金に入れる、である。アラスカ永久基金はアメリカで最も多くの金額をプールしている基金で、 合衆国政府に対して最も多くの貸し付けを行っている基金でもある。1993年以来、基金は生産量が減少して21世紀の早い時期に枯渇すると言われているプルドーベイの油田よりも収益を上げている。2005年3月現在、基金の価値は300億ドルにもなる。1983年より前の時期、 アラスカには4つの異なるタイムゾーンがあった。斎藤南部の太平洋標準時、ジュノー周辺のユーコン標準時、アンカレジとフェアバンクス周辺のハワイ標準時、ノームとアリューシャン列島のベーリング標準時である。1983年、タイムゾーンは2つに減らされた。つまり、大陸部のすべてとアリューシャン列島東部が、後くマイナス9時間となり、残りのアリューシャン列島は、 あとくマイナス10時間となったのである。二つのタイムゾーンはそれぞれアラスカ標準時、ハワイアリューシャン標準時と解明された。20世紀の後半、観光がアラスカの重要な収入源となった。第二次大戦中アラスカに配属された兵士たちが、故郷でその自然の美しさを称え、噂を聞いた多くの人々がやってきたのである。戦争中に建設された。 アルカンハイウェイと1963年に完成したアラスカ湾岸高速道路はアラスカへのアクセスを良くした。現在年間140万人の観光客がアラスカにやってくるおかげで観光は今や巨大産業に発展した。デナリ国立公園、カトマイ国立公園、グレーシャー湾、ケナイ半島が観光客を引きつけてやまない。野生動物の観察は人気があるが、 荒野に行く人はあまりいない。アラスカ経済にとって観光が重要になるにつれ、自然保護も重要な課題として浮かび上がってきた。アラスカの人々は開発と自然保護のバランスを取ろうとしていて、おおむねうまくいっている。1980年のアラスカ国土保護法で新たに多くの地域が保護の対象になり、現在ではアメリカの国立公園の3分の2がアラスカにある。 アラスカは死刑を一度も執行したことのない数少ない州の一つであるが1900年から1957年までで8人が市民組織によって処刑されている。1957年アラスカが州になる2年前に死刑は廃止されている。国際航空網の拠点冷戦はベーリング海の両岸であるアメリカ領のアラスカとソ連領のシュベリアとの間の交流を閉ざし、 イヌイトは民族の分断を強いられたが、アラスカには新たな可能性ももたらした。1957年、スカンジナビア航空はアラスカ中部のアンカレジ国際空港を経由し、日本の東京とデンマークのコペンハーゲンを結ぶ北回りのヨーロッパ航空航路を開設した。ソ連領空の上空通過が禁止、あるいは解禁後も厳しく規制された反面、 航空機の性能が向上し北極圏上空を通過する国間長距離運航が可能となった1960年代から1980年代にかけてアラスカは東アジアと西ヨーロッパや北アメリカを結ぶ航空路の中継地として重要になり空港の拡充や物流拠点の整備が進んだ。また1983年にはアンカレッジから 大韓民国のソウルへ向かった大韓航空の旅客機がソ連領空に侵入し、ソ連空軍機により撃墜される大韓航空機撃墜事件が発生した。1980年代末以降、ソ連やその後継のロシア連邦が自国上空を解放し、東アジアから西ヨーロッパへ無着陸で飛行可能な旅客機が登場したため、ポーラールートを利用する。 旅客便はほとんどなくなったが、貨物機はアンカレッジに寄港する例がまだ多く、アラスカは未だに重要な地位を占めている。また、ロシアとの交流が復活したほか、定期旅客便が消滅した日本との間にも、チャーター便が運航され、サーモン釣りなどの豊かな大自然やオーロラ見学などを楽しむ観光客を中心にした交流が、アラスカ州政府日本支局などを中心にして、 試みられている。エクソン・バルディーズ号の原油流出事故1989年3月24日、プリンス・ウィリアム湾を航行していたタンカーエクソン、バルディーズ号が1100万ガロンに上る原油を漏らし、1800キロに渡って海岸線が汚染された。アメリカ魚類野生動物局によれば、少なくとも30万羽の海鳥、2000頭のラッコが原油流出によって死んだ。 エクソンは清掃作業に最初の年だけで20億ドルを使い、1989年の夏までにプリンスウィリアム湾の海岸線で1万2千人が作業に当たった。ブルドーザーで黒くなった海岸を掘り、小さな油の玉を吸引器で吸い取り、熱湯で砂を洗い、石を手作業で磨き、海藻をかき集め、油を分解する微生物の繁殖を流す化学肥料を撒いた。 原油流出事故は国際世論を喚起し、清掃のボランティアたちでバルディーズのホテルとキャンプ場はいっぱいになった。おかげでバルディーズは景気が良かったが他の地域では観光産業が打撃を受けた。エクソンは州と国の機関と連携しながら清掃作業を90年代前半まで続けた。スミス島など一部の地域では人間の作業よりも冬の嵐の方が海岸をきれいに してしまった。政府の研究によれば、原油だけではなく鳥や動物の生態への理解を書いた、清掃作業自体も、ワンの環境に重い好意症を与えた。プリンスウィリアムワンは回復したように思われるが、科学者の間ではまだ見解が分かれている。住民に対して、エクソンは10年間で9億ドルを払い、新たに発見された被害について1億ドルを払った。石油、化学、 ブランコーの労働組合は、全国で約4万人の労働者を動員して機械が国の包括的なエネルギー政策を法文化するまでは、北極野生生物保護区での石油屈作に反対すると宣言した。事故の後、アラスカ州知事のスティーブ・カウパーは、原油を積載したすべてのタンカーは、バルディーズからプリンス・ウィリアム湾を出るまで2隻のタグボードに付き添わせることを求める行政命令を出した。 この計画は1990年代半ばにはさらに強化され、2隻のうち1隻は全長64メートルの5相対応戦にすることになった。バルディーズのタンカーの大部分はまだ単線核だが、議会は2015年までにはすべてのタンカーを副線核にするべきという法案を可決した。北極保護区での石油掘削に関する論争1990年代。 大統領ジョージ HW ブッシュのエネルギー法案は、北極野生成物保護区での石油屈作を認めるものだったが、民主党上院議員が議事妨害をして投票を阻止した。1995年、共和党は巻き返しを図るが、大統領ビル・クリントンは予算案について拒否権を発動し、今後、案でを開発することを許す、いかなる法案にも拒否権を使うことを明言した。 屈作賛成派は、アンドゥには160億バレルの原油埋蔵量があると主張したが、これはアメリカ地質調査所の調査の最も埋蔵量が多い。場合のデータであり、技術的には5%しか屈作できないということが分かっている。反対派は30億バレルしかないと言っているが、調査の最小埋蔵量34億バレルより過小評価されている。 アメリカ地質学研究所の報告の用紙は、アンドゥには、以前に考えられていたほどの石油はなくしかも、そのほとんどが、中西部のカニング川近くのセクション1000域に集中しているというものだった。アラスカ西海岸産の原油価格は1998年の1バレル12.54ドルから2000年9月には37.22ドルに跳ね上がったためクリントンは、 戦略備蓄石油を放出した。ゴアフク大統領はカニング川沿いの採掘を拒んだが、石油ビジネスの経験者ジョージ・ W ・ブッシュとリック・チェーニーは1日地域での屈作をがんこに唱え続けた。2000年12月、沿岸警備隊はアリエスカ社がバルディーズ港で繰り返し安全基準違反を犯していたと告発し、原油の値段は再び跳ね上がった。同年半ば、 会員は採掘を認める法案を可決したが2002年4月上院によって否決された。2005年3月法案は再び会員に提出され可決された。上院は2006年度予算の一部として採掘のための基金を作る法案を2005年3月16日にすでに可決していた。2005年11月3日、上院はアラスカでの採掘を認めた。 しかし、11月10日の採決で、会員は共和党恩恵派の支持を失うことを恐れて、アンデュでの採掘を許可する条項を削除した。ありがとうございます。